こんにちは、グッピーこずえです。今日は冬キャンプの練習がてらあることに挑戦しようと思ってて、ホットサンドクッカーでチーズダッカルビをやってみます。乾杯。よかった。クモン式ちょっと作っていきます。鶏肉と野菜をまずこんな感じで仕込みました。まずはニンニクのすりおろしにコチュジャン、みりん、お酒、殺しますよ、久しぶりに言った、ごま油少々、ちょっとだけ蜂蜜も入れます。甘辛い味に仕上げていきます。でここに鶏肉を入れて漬け込みます。今日はちっちゃいホットサンドフライパンなんで、鶏肉もちょっとちっちゃめに切って火を通しやすく多めに作っときます。これ多分普通に炒めても美味しいと思う。で30分ぐらい漬けときます。野菜を切ります。よいしょ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 。あ、でもやっぱりこう片方だけやったら焦げるから、やっぱこっちもこんな感じで炒めた方がいいわ。これポップコーン形式で多分、まあ、ちょっと塩コショウとかしてもいいかもしれません。私ちょっとスパイス振ります。でも多分鶏肉自体に味がついてるから多分そんなせん方がいいと思う。でまずちょっと揚げときます。焦げそうやもんね。油引いて鶏肉を焼きます。そうだな、そうだな。鶏肉は多分めっちゃ飛ぶから、これこそポップコーンスタイルで焼いたら飛ばなくて、しかも中まで火が通る。めっちゃ美味しそう。しかも待って、これ一瞬でできるんじゃん。見てみる。焼けてると思われる。両脇に野菜をもう一回戻しつつ、これも真ん中で割りつつ、タレもうちょっとかけてこう、これもったいないし、なんか端っこから怪しげな煙が出てるんですけども、なんかさ、お前さ絶対失敗しそうやねんけど。じゃあ開けてみます。うわー、できてんじゃん。これめっちゃ簡単やし、めっちゃ早っ、できんの早っ、めっちゃいいやん。おー、なにこれ、美味しそう。マジでめちゃめちゃ美味しそう。乾杯。これこうやってね、今までこれで1000円買ったんっていうぐらい美味しい。大ヒット、ホットサンドクッカーで作る今のところ1位かもしらんっていうぐらい美味しい。
いぞ。チーズと鶏肉。うん。うん。うん。なんかみんなでやったらこうやっていちいちお皿とかに取って食べなあかんから、ほんま若干やけどちょっと冷めてるんじゃん。で一人前一人前でなんかテフロンやからさ、ベラってさ、ちゃんとさチーズがさ焦げと一緒に剥がれて、ちょっと待って、めっちゃテンション上がる。チーズ野菜、うん、結構チーズを多いぐらい入れたけど、もっと多くても良かったと思う。もっと多くてもいいわ。かなりもう、これ溢れるんちゃうぐらいに入れとっても、これはごっついわ、これは。なんかさ、別にスキレットとかフライパンで別に普通にやってもいいけど、いいホットプレートみたいな感じになって、より一層なんかキャンプご飯やったら絶対、めっちゃほんでビールに合う。ご飯が欲しくなるけど、チーズやからちょっとこないな。漬け込んで作ったちょっとサングリアも、はあ、美味しい。最高の休日です。やっぱこのチャムスのホットサンドクッカー、真ん中分かれてるやつが最近出たんやけど、心惹かれたけど、やっぱりこんなんしかできるからこっちでよかったかもしれん。これは楽しい。やばい、ちょっとあと一口で終わんねんけど、締めとかもしかしてあった？ちょっと調べよう。チーズダッカルビ締め。この付近ではチーズダッカルビ。チーズダッカルビなんや、しかもずっと間違ってた。締めは白いご飯入れて焼き飯やって、めっちゃ美味しそう。もうこんだけしか残ってへん。もうそんなもん、飯をここに入れて食べてるだけっていう感じ。ホットサンドクッカーでチーズタッカルビ、めっちゃ美味しかったです。もうほんま想像を絶するうまさって感じ。でも一個言うなら、お野菜チーズをもっといっぱい入れてもいいかもしれないです。ただチーズは冷めると固まっちゃうんで、その辺がまあどこっていう感じです。でもマジでなんか一人分だけ作れるんで、なんか夜の晩酌のお供とか、辛いものってなんかストレス溜まった時に辛みたいなもん食べたらいい感じやと思います。めっちゃ疲れた。なんであんなこと言われなかの。あれってもう完全にせっからやん。お前クリスマス予定入ってへんやろ。仕事頼むな。あんなもう完全にせっから。今日はチーズタッカルビするぞ。コチュジャンと、しかもなんか青唐辛子とか足してめっちゃ辛くしよう。マシ一人分のやつでビールは、これだけでもさっきのセクハラ発言忘れそう。うわー、チーズ美味しそう。カラーチーズで柔らかと思った。チーズで柔らかと思ったらチーズで柔らかと思ったら、カラめちゃくちゃ辛い。汗かいてきた。なんで私こんな真冬に汗かいてんの。めちゃくちゃ汗かいてきた。辛い。チーズで柔らかとかと思った。私はチーズで柔らかと思ったよ。辛い。めちゃくちゃ汗かいてきた。汗がすごいからもうこのままお風呂入る。あれ、なんで悩んどったんやったっけってなるわ。まあ、辛いもんも美味しいものも女性のストレスにはすごいいいと思うんで、よかったら皆さんもやってみてください。毎週金曜日は妄想女子ご飯という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても、楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を更新できるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。 Twitter と Instagram もやってるので、よかったらそちらのフォローもお願いします。ホットサンドクッカーでお好みも結構良かったなと思ったんやけど、これすごい良かったんで、ぜひぜひ皆さんもキャンプとかお家とかでやってみてください。ではではでは。